皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はこれ一つ意識するだけで胸が分厚くなるワンポイントについて紹介していきたいと思います。ビレジェンドの公式 LINE でお得な情報などを掲載しております。500円オフクーポンも初回登録で発行しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄から友達登録お願いいたします。胸のトレーニングの時に今一歩足りてない人を目にすることが多いので、まあ、そういった方々にですね、ぜひこの一手間を加えるだけで胸のトレーニングの質が上がりますよっていうことを伝えたいのでですね、効率よく大きくなりたい方はぜひ見てみてください。これは僕も最初できていなかったポイントになりますので、分かっていてもやってない人も多いポイントにはなりますので、ぜひ参考にしてほしいなというふうに思います。まあ、ベンチプレスだったりね、ダンベルチェストプレスですね、チェストプレスのマシンだったり、ペクトラルマシンだったり、ケーブルクロスオーバーだったり、まあ、胸のトレーニングをするにあたっていろんな種目があると思うんですけど、ほとんど全てで共通してできるワンポイントがあるんですよね。ただ直に言うと収縮なんですけど、ここの収縮が足りてない人すっごい多いんですよ。ただこれ一つだけ、柔軟性がないとこの収縮はできないので、もしこれができない方はまずは柔軟性ですね、つけてほしいです。まずベンチプレスをするってなった時にですね、高重量を扱えば扱うだけワンポイントっていうのはできなくなっていくんですけど、まあ重いのを元とするんで、肘伸びたところで終わるじゃないですか。でこれ以上上に上げてしまうと肩に入っちゃうから、上げないようにしないとダメっていう情報もいっぱい流れていたりする中で、肘が上がりきったらちょっと曲がってるところぐらいで止めてまた下ろす、この動きがベースになってくると思うんですよ。でもこの動きって最高に収縮してるかって言われると、収縮あと一歩足りてない感覚があると思うんですよ。なぜならここからさらにグッと寄せれるからなんですよ。でこのグッと寄せるときに肩を前に出すのではなく胸を張るんですけど、ベンチプレスをするときって胸椎を伸展するわけですよね。この胸を張るこの胸椎の伸展っていうのをまずできないとダメなんですよ。肩を下げてこの状態で胸を張る、この姿勢をキープしたままやらないと、この最大収縮をベンチプレスで行うことはできないですよね。で、ぐーっと押していった時に、だいたいここでストップすると思うんですけど、このままグッと胸を張るんですよ。難しいんですけどね。この状態から上に上げるんじゃなくて、胸を張るだけでギュッと収縮するんですよね。で、ここの収縮をさせたい時っていうのは、この肘の裏と肘の裏を近づけるんですよ。でこれを言うと大体肘締まって合うんですけど、この角度のまま肘と肘を近づけるイメージです。今エアでやったりするともうなんか収縮してる感覚がわかると思うんですけど、このポイントができるようになるとめちゃめちゃ強いです。でちなみに一番この収縮をするのが難しいのがベンチプレスなんですけど、ケーブルクロスオーバー、ペクトラルフライなどになればこういう動きになるわけじゃないですか。この種目とかは皆さん意識するのはストレッチだと思うんですね。ストレッチ種目として見られることも多いんですけど、僕は結構これ収縮の種目としてやることが多いです。こんなに収縮できる種目ないんですよ。だいたいストレッチここで伸びるわっていう感覚が強い種目だったとしても、こっからこっちに持ってこれる種目っていうのもまたこのペクトラルとかケーブルクロスオーバーになるんですよね。一番収縮できるわけですよ。ワンハンドペクトラルとかすれば収縮しきるわけなんでめちゃくちゃいいと思うんですけど、両手でやるときってだいたいグーっていったときに手取って当たるぐらいでみんな止めるわけですよ。そしたら次行っちゃうじゃないですか。ここからグッと一押し、この肘の裏と肘の裏でボールを挟むようにグインってさらに寄せるんですよ。ペクトラルフライとかであると、こうグーっていってここから前に押してあげてください。ペクトラルフライのマシンをグインって押したらもうこの時点ですっごい収縮するんですよね。でそこでちょっとストップしてからグーッとまた戻していく、この収縮がペクトラルフライで難しい人は持たれてるとめっちゃ難しいです。だから前傾姿勢にやってグッと持っていって、戻す時に背中をつけてからグーッとストレッチかけてグッと持っていく時にちょっと前傾に持っていってグッてやると収縮めっちゃするんで、体を前に倒しながらペクトラルフライするのも一つのポイントです。ダンベルであればですね、寄せるときに寄せ方を間違えるとシンプルに関節でロックしてしまって休憩することになるんですよ、上でね。なんでそこをロックしないように肘は曲がっているけれどもグッとダンベルを持ってるとすれば、こう押し上がってきたダンベルを外に持っていく、こういうイメージでプレスしてあげると、こっから胸を張りながら肘だけ
グイッと伸ばす感じです。ダンベルでコントロールするのは難しいです。あと高重量でコントロールできる人はもうすでにでかい人やと思うんで、ちゃんとできてると思うんですけど、重い重量をやってるのに全然胸の厚みついてこへんなとか、今一歩胸のトレーニング足りてへんなって感じる方は、ちょっと軽い重量にしてこういう収縮とかを意識してあげるとめちゃめちゃ入ると思います。僕はですね、結構ケーブルクロスオーバーっていう形でケーブルクロスオーバーをこの状態でやるんですよ。もうデッドリフトをするようなこの姿勢のままケーブルを持ってってグッてやるんですけど、これを軽い重量で収縮するときに体をちょっと持ち上げながらこうやってたら、徐々に収縮の仕方っていうのを覚えていって、気づいたら他の種目とかでもグッて意識するだけでも、あっこれやっていう感覚になるようになったので、あと一歩の収縮っていうのをできるようにしてもらえたらなっていうふうに思います。この動きが分かっててもできない人っていうのは、やっぱ思ってる以上に自分の筋肉の力でコントロールできる重量っていうのをオーバーしてやっている可能性があるので、体の使い方が上手であれば上がるけど筋肉の負荷は実は少なかったですよってパターンもあったりするので、重量を下げたりしてこのワンポイントの収縮っていうのをやってみてほしいなっていうふうに思います。このワンポイントだけで僕は変わったんで、ぜひ参考にやってみてほしいなっていうふうに思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったらいいね、チャンネル登録、コメントなどもお待ちしております。ビレジェンドの公式 LINE でお得な情報なども掲載しておりますし、概要欄にもですね、新商品の情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄もチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。